というわけで続いてのコーナーはカメラマン受難。まずはオーストラリアのシドニー一帯を牛耳るマフィアの組織。取材に訪れた地元 ABC 放送のカメラマンが撮影を拒まれ殴られた。そうこうするうちに他の報道陣が入り乱れての大乱闘。The drama then spilled over onto the front lawn as a group of men targeted a photographer and then attacked ABC crime reporter Max Utrich. やはりどこの国でもこの手の取材は大変なようである。というよりはこうなったらどっちがマフィアでどっちが報道陣か分かりましぇ。After the final act of dispersal by one of the funeral virtuous media, Savoy's family said...しかし突然当局の監視員が割り込み強引に取材を中止させられてしまった。出来事である。この時警察当局はこのユダヤ市民を逮捕しようとしたが、その様子を撮影していたアメリカ NBC ニュースクルーに対しても暴行を加えて。